お家で休泊。この動画では縄文時代から奈良時代頃までのお家、竪穴住居のペーパークラフトの作り方をご紹介します。このペーパークラフトは弥生時代が始まった頃の小木栗型と言われる形のお家をモデルにしました。小木栗型とはお家の形が円形で中央に穴があり、その両脇に2本の柱があるのが特徴です。福岡市にある板付遺跡など弥生時代の遺跡で見たことがある人も多いのではないのでしょうか。竪穴住居は掘り込んだ地面に木の柱などで骨組みを作ってから、土や植物を屋根や壁として骨組みに覆いかぶせたお家です。このペーパークラフトを完成させることができれば、あなたも小木栗型竪穴住居の作り方をマスターできますよ。早速作ってみましょう。用意するものはペーパークラフトの台紙、大きめの発泡スチロール製の食品トレー、のり、ハサミ、鉛筆、カッター、セロハンテープです。トレーはお肉とか魚が入ってたもので大丈夫ですよ。まずは用紙をハサミで切り取り線に沿ってすべて切り分けます。竪穴住居にはたくさんの木の柱を使うのでパーツが多めです。各パーツには1から19までの数字が書かれているので、この数字の順番通りに組み立てていきますね。1の大きな丸いパーツは内側の小さな丸と切り離します。まず大きな丸を線に沿って切り離してから、ちょうど半分に山折りにします。半分に折ったまま内側の小さな丸の線に沿って切るときれいに切り離せます。すべて切り離したパーツがこちらです。番号順に並べるとわかりやすいですよ。まずは住居の土台になる掘り込んだ地面を作ります。2の2のパーツののりしろにのりを塗って、2の1を上から貼り付けて1枚にします。1の1の裏面にのりを塗って、裏返した食品トレーの真ん中に貼り付けます。書かれた数字の9が真上に来るようにしてください。紙を貼り付けた内側部分をカッターで切り抜きます。刃を少なめに出して少しずつ押すように動かすと切り抜きやすいですよ。焦って怪我をしないように気をつけてください。無事に切り抜くことができました。切り抜いた丸いトレーに1の2を糊で貼り付けておきます。トレーからはみ出た紙やクズはきれいに切って取り除いておきましょう。次は手順2で貼り付けた2のパーツを使います。短い切り取り線に合わせて切り込みを入れて、切り込みを点線に合わせてすべて谷折りにして、折り曲げた切り込みを丸く切り抜いた方のトレーにセロハンテープで貼り付けていきます。円周に沿って少しずつ貼るとやりやすいです。切り込みをすべて貼り付けたら側面もテープで留めます。ケーキ作りの型みたいになります。手順3で切り抜いたトレーの穴の中に戻します。下から入れると入れやすいです。テーブルに着地するまでストンと落としましょう。台紙の数字がすべて同じ方向になるように置いてくださいね。トレーより上にはみ出している紙にぐるっと一周細かく切り込みを入れて外側に折り曲げたら、ぐるっとテープで留めましょう。これで地面の掘り込み部分ができました。真上から見て下にある12番で挟まれたところがこのお家の入り口です。掘り込み部分中央の1の2と書いてあるところにパーツ3を貼り付けます。これは炉といって料理をするときに火を使う場所です。次は住居の骨組みになる木の棒を作ります。4から15、20のパーツを棒状にします。ここで鉛筆の登場です。ここで使う鉛筆は長めがいいですよ。台紙を鉛筆に巻きつけて台紙をカールさせます。カールした台紙の端っこ同士を糊で貼り付けます。糊は糊しろに直接塗るよりも糊しろの上に重なる方の面に塗る方が貼り付けやすいです。うまく伝わりますかね。これ糊を塗ったらもう一度鉛筆に巻きつけながら糊しろの点線が隠れるくらいのところで貼り付けます。
4、6から9、12の端っこに切り込み線の通りに3つの切り込みを入れます。切り込みを入れた棒は土台に立てる柱になります。これから土台に柱をどんどん立てていきますよ。これは土台を上からと横から見た図ですね。土台の番号と棒の番号が対応しています。最終的にはこんな風に骨組みが出来上がります。まず4番の棒を彫り込み部分 1-2 の白地で4と書かれているところにテープで貼り付けます。5番の棒を4番の上に乗せてテープで留めます。6番の棒を4番と5番の内側にくぐらせて土台 1-1 の6番のところに合わせ足元をテープで固定します。6番の棒を立てるところは前後4箇所にあるので他の3箇所も同じように貼り付けます。7番の棒を土台の7番のところに合わせて4番の外側、5番の内側にくぐらせて固定します。7番も同じように4箇所固定します。7番は4番と5番を外側で2本ずつ支えるような感じになります。この時点で上から見るとこんな感じ。8番の棒を土台 1-1 の8番のところに貼ります。なるべく隣の柱にくっつくようにしてください。長さおよそ4センチから5センチ、太さを半分にしたテープを用意し、隣の柱と一緒にテープで留めます。ここでは分かりやすく白いテープで説明していますが、透明なセロハンテープで OK です。テープをすべて留めたらこんな感じです。9番の棒を土台 1-1 の9番のところに貼り、5番に立てかけます。入り口側の6番の真ん中あたりに点線が書いてあると思います。ここに10番の棒を横に渡してテープで留めます。11番の棒を6番と7番の間、7番と7番の間、全部で6箇所に横に渡してテープで貼ります。棒の長さ的に真隣には付けられないので上下交互になるように貼り付けます。12番の棒を土台 1-1 の12番のところに立てて貼り付けます。12番の上に13番の棒を横に乗せて貼ります。14番の棒を10番と13番に乗せて貼ります。15番の棒2本を14番の上に横に乗せて貼ります。間隔が狭いので2本まとめてテープで貼っちゃいましょう。これで骨組みは完成です。次からは屋根と壁を取り付けていきますよ。入り口の屋根を取り付けます。15番の棒の上にくるっと巻いたテープを貼り、その上に16番の屋根を乗せて貼ります。入り口の屋根が取り付けられました。一気にお家っぽくなってませんか？この調子でどんどんつけていきましょう。入り口の横にも壁を取り付けます。14番の棒にくるっと巻いたテープをつけて17番の壁を貼り付けます。柄が見えるように向きに気をつけてくださいね。反対側も同じように貼り付けましょう。ここから一気に壁で覆います。正面から見て入り口右側の11番にくるっと巻いたテープを貼り、18番の左端を貼り付け、ぐるっと後ろに持っていきます。9番の背柱とその右隣の11番の棒にくるっと巻いたテープを貼り、18番の右端を貼り付けます。前から見るとこんな感じです。完成目前ですね。反対側の壁も同じように貼ります。左側の11番の棒にテープを貼って、19番の右端を貼り付けて、後ろにぐるっとします。今度は後ろに持っていった19番の左端の裏にテープを貼って、収まりのいいところに貼ります。あとはてっぺんの屋根を乗せるだけです。21番の屋根を山折りにして、折り線のところに20番の棒を挟んでテープで留めます。これをてっぺんに乗せましょう。これで小木くり型縦穴住居の完成です。長かったですね。お疲れ様でした。地面に草や木を生やしたりしても楽しいですね。皆さんも
自分だけの縦穴住居を作ってみてくださいね。